今国会議員の野党の議員さんたち、憲法審査会行わせまいとしております。この間の参議院ではなんと憲法改正についての議論たったの3分間しかされませんでした。皆様ご存知でしょうか。日本の沖縄の尖閣諸島、中国の巡視船が自由に徘徊をしております。今年に入って64日以上自由に徘徊をしております。そうした中で当主の釈良子が沖縄に参りましたが、実際に石垣島や与那国島の方々の話を聞き、なんとその方々本当は漁業で船に出たいのに、海に出たいのにですね、中国のこの船が徘徊をしてるから漁業に出れないんです。今同じ日本人の方々がこの中国の船に恐怖を感じ、漁業に出れない、働くことができない、こうした状況が今この日本の国で起こっている現実でございます。幸福実現党は当たり前のようにですね、私たちの国の領土、領海、領空、そうした範囲に明らかに入ってきて私たちの国を脅かす、そうした国に対して自分の国を守るための法整備、これをしっかりとやることが国会議員としての使命であるとお伝えさせていただいております。非常に憲法改正について幸福実現党が一貫して訴えてきたことをですね、陰ながら見ていてくださった方がすごくいらっしゃるなというふうに思います。一人でも多くの方に政策を誠心誠意持って、本当に多くの方に今ご支援をいただいてますが、まだまだ厳しい戦いでございますので、保守層の方を中心に、そしてこの規制のですね強化で苦しんでいる人たちを中心にですね、支持を拡大していっていきたいと思います。